肝入りに続きまして進んでおりますのが乃木尻と申します。行列を先導する騎馬隊で左右各3騎ございます。こちらは上賀茂の比べ馬の騎手でございます。列が進みまして検非市の左官でございます。こちらは検非市長の役人で警察処方の担当者でございます。この日は曽根木の引く馬に騎乗し角の長、花鳥、女木、白鳥などを引いて行列の警備に当たっております。進みまして検非市の上でございます。こちらは条約で行列の警備の最高責任者でございます。曽根木の引く馬に乗っており、それぞれが調度垣に弓矢を持たせ、鉾持ちに鎖を持たせて武装をしております。続きますのは山城使い。鴨の業者とも落外になりますので、山城の国司の管轄区域になるため看護の任についております。曽根木が馬の口を取り、前後に馬添えがついております。後に手振り、わらわ、蔵式、鳥物曽根木、白鳥など従者が山城使いの所要品を携えて行きます。続きまして鴨両者を納めます御幣物を納めた棺、御幣筆が進んでまいります。こちらの棺には締め縄をかけまして菊形をつけております。菊形とは葵と桂のことでございます。天皇陛下から献上される幣物がこちらに納められております。続きますのが蔵業の師匠。御幣物の管理をしているものでございます。非常をし業者に各1名が参考いたします。所要品を携えた蔵式、白鳥を従えております。続きます馬は大馬、総目とも呼ばれ、下神業者のご神前で走らせ神々にご覧を入れる馬です。二頭の馬の頭と尾には青いかつら、しだれをつけております。一頭につき4人の目部がついて引いております。さあ森の中に入ってまいりました。こちらは牛舎でございます。こちらは俗に御所車と言われ、平安朝以来乗用車として用いられたものでございます。種類も数々ございまして、乗る人の地位によっても異なっております。こちらは、空火差しの網代行用車といって、牛舎の中でも最も大型で、非常に高貴なものでございます。この葵祭りに限っては、車に富士屋、紅梅、白梅、
柿つばたなどの造花を美しく飾っております。直使は騎乗で行きますので車は必要ございませんが、行商を華やかにするために引き出されております。牛車に続いてまいりますのがワゴンでございます。御神前での東遊びの総額に用いられるものでございます。こちらのワゴンは、小青い模様の袋に入れられまして、2人の太鼓が運びます。参りますのが舞うどでございます。この F5 位の舞人で、歌や舞に連達した東遊びを舞う武官でございます。この武官が本日の舞人を務めまして、6人が騎乗でお供をしております。それぞれに対し蔵式、曽根木、白鳥が従っております。撮影の方に重ねてお願いでございます。まあ大変デリケートな生き物でございますので、どうぞカメラのフラッシュの設定をお聞きいただきますようにお願い申し上げます。馬がフラッシュに反応して動揺しますと事故の原因となってしまいますので、皆様お手持ちのスマートフォン、カメラの設定を今一度ご確認いただきますようにお願い申し上げます。進行へ来臨。照相的时候绝对不要使用闪光灯，因为这种闪光灯会让马车进而非常危险，请各位来宾注意。谢谢各位协助。자동카메라를가지신분은플래시촬영은위험하기때문에금지되어있습니다。마은민감한동물이어서플래시를받으면사고의원인이됩니다。여러분의많은협조부탁드립니다。감사합니다。Shimogamo Shrine would like to remind you that camera and mobile phone flash is strictly forbidden. The horses are very sensitive, and flash photography could cause an accident. So please check the settings. Please check the settings on your camera and cell phone now. さあ、ただいま森を進んでおります。馬に乗られました方、こちらは直使と申しまして。天皇の使いでいらっしゃいます行列の中で最高位の方でございます。その後ろに続いております馬は引き馬と申しまして、直使の替え馬で、お帰りはこちらに乗り換えられます。森に進んでまいりました。続いては風流傘と申します。大型の傘の上に牡丹や柿つばたなどの季節の花を飾りつけたものでございます。
ほどの大きな浮遊傘とは違いまして、少し小ぶりの浮遊傘でございます。この傘を差し掛けられております女性の方々は明部と申します。行為の入館または交換の際所で小内機、一重、内袴を着用しております。入館の第2種礼装ともいえるもので、高知機は襟と袖口に中部と称する色布がもう一枚挟まっていて、三重の一重に見えます。さあ、明部に続いて進んでまいりました。この葵祭りのヒロインでございます西陽大様がお耳へいたしております。本年ご奉仕をいただいておりますのは第62代の西陽大富田佳代さんでございます。この富田さんのお姉様がお二人、本年は女人列に加わっており、姉妹3人で西陽大と女人列を務めるのは史上初のことでございます。西陽大がお召しになっておりますこちらの装束は俗に言う十二一重でございますが、正式名称五つぎぬからごろももでございます。その上に特に神様のおそばによる方が着用するおみごろも着用いたしております。髪型はおすべらかし、そして心葉という品種に銀の梅の花のついた飾り金具、そして日陰の糸をつけ、懐に多頭髪を入れ、日扇を持った姿でおよよに乗られております。西陽大に続いて進んでおられますのが胸乗り女でございます。騎馬で参考する西陽好きの未完子、つまり巫女のことでございます。アコメの上にハザミという唐絹のように脇を縫い付けていない独特の上衣をつけております。富士の造花の輪を肩につけていらっしゃいます。で、胸乗り女に続きまして、もう進んでまいりましたのは女別荘と申します。内視以下の監督係で小内機、一重、内袴を装っております。女別荘に続いてまいりますのが内侍と呼ばれます。女女を指図する役で、女部と同様の服装でございます。葵祭り当日は白鳥が柄の長い花笠を差し掛けております。その後に続くのは女女、食事を司る女官でございます。小内機、一重、内袴を装っております。行列の最後尾を進んでまいります。こちらの牛車は西陽大の牛車でございます。
ギリシャと同じように現在のギリシャはこの絵使いのそれと同じ型のカラグルマを用いておりますが、本来は採用のものはもっと小型なものでございます。こちらの牛車が最後尾となりまして、こちらがただいま下鴨神社本殿の方へと進んでいってまいります。なおこの後再興されます社頭の儀に関しましては、参列券をお持ちの方以外はお立ち入りをいただけません。門の中の様子をご覧いただくことは叶いませんので、何卒ご了承いただきますようにお願い申し上げます。このあと下鴨神社御本殿前におきましては、社頭の儀が再興をされます。こちらは参列券をお持ちでない方はご参列をいただけませんので、あらかじめご了承くださいませ。また1時15分頃になりますと、こちら馬場におきましてそうめの儀が再興をされます。こちらはどなた様でもご鑑賞いただくことができます。馬場の東側にございます竹の柵より内側からご覧いただくことが叶います。西側は安全のためどなた様も立ち入りを制限させていただきます。またそうめの儀が始まりますと、河合神社の南側参道は東西への通り抜けができなくなります。この行列は午後2時20分頃に下鴨神社を出発する予定でございます。その際は神社の西口より出発いたしますので、皆様は西側の下鴨神社本通り、下鴨本通り、あるいは南側の河原町通りの方までお出ましをいただきますようにお願い申し上げます。ご本殿お参りをご希望の方、開門の予定時刻は前後の可能性はございますが、午後1時半頃となっております。それまではどなた様を